暑寝らずにレポートして、うえすごい。私も昨日もっと頑張ろうと思ったけど寝ました寝ました。寝ちゃったよ、もう無理だった。眠くてやっても頭に入んないから寝ることにしてみた。そう、私的にもう前日の夜はもうテストの前日の夜、夜遅くまで勉強するよりめっちゃ早く寝るんですよ。もう8時7時くらいまあ寝たことないけど、まあ8時9時くらいに寝て、で朝はもう5時くらいに起きてやった方がいい。5時くらいに起きて、5時くらいに起きたらさ、もう制限時間があるわけよ。もう5時から私の場合7時ぐらいまでにはもう終わらせないといけないんですよ。もう学校の準備があるから。だから制限時間2時間って決まってるからめっちゃやるのよだからそっちの方がいいです。っていうことに気づいた。でもさ、私の場合さ、そんな8時とか7時から寝ちゃったらさ、もう朝まで目覚まない、覚まさないんだよね絶対に でも頑張ってアラームで起きたい。私の場合は普通に寝れちゃうんだけど、なかなかテストの前日に9時に寝れるとかはないけどね。毎日何時間くらい寝たいの本当は10時間以上寝たいです パトロールしなければ寝れるのかな。パトロールはでもね、しないといけないんですしないとなんですけど、早く寝ようと思えば思うほど目が冴えてくるの。わかるかも。楽しみな日の前日とかはなかなか寝れないです。でも私毎日夢見るから熟睡できてるのかなって思うんですよ。毎日夢見るんだけど、私なんか夢見てたらさ、熟睡できてないみたいな言われるけど、私じゃあ毎日熟睡できてないのか。
夢見ない日ないんだよね。その日は謎に早く起きちゃう。そうなんだ。その日は当日めっちゃ眠たいのね。わかるかも。今日どんな夢見たっけな、忘れちゃったけど、ファンの方何人か出てきたよ夢に。どんな夢だったっけ、忘れた。3年に1回くらい最高の夢が見れる日がある。3年に1回ぐらいなの。楽しい系だったかな、それすら覚えてない。どんなんだったっけ。夢にりなちゃんに入れる時は仕事行きたくなかった。あるよね、ずっと見てたいやつ。クロさんハートありがとうございます。ダウン魚さんレインボースターありがとうございます。カズダーカーさん音符ありがとうございます。レッドファイブさん、音符ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。あいたかさん、ありがとうございます。フラさん、ありがとうございます。MJ ジナさん、マイク、ありがとうございます。ヨリッペさん、ありがとうございます。クラインさん、ありがとうございます。トールンさん、ありがとうございます。ウッチーさん、ありがとうございます。にゃんたさんありがとうございます。まいのくんありがとうございます。にしけんさんありがとうございます。まはまろさんありがとうございます。まさるさんありがとうございます。ふうくんありがとうございます。しーちゃんぺさんありがとうございます。ままっぺありがとうございます。ひでさんありがとうございます。じゅうじりんもんさんありがとうございます。ペタッピさんありがとうございます。ぽんさん、こしんさんありがとうございます。木の瀬京太郎さん
ありがとうございます。幕の内弁当さん、ありがとうございます。セタッピさん、ありがとうございます。これ何、クマ、ありがとう。前田真央さん、ありがとうございます。これ何、植物ありがとうございます。純奈優奈さん、ありがとうございます。植物じゃないのこれ、何、観葉植物。花瓶、これは私が1年生の頃に、中1の時に、あ、違う、小6の終わりくらいに友達と遊びに行って、なんか中学校頑張ろうみたいな感じで、このルーズリーフとルーズリーフ入れ、これファイルを友達と一緒に買いに行ったんですよ。だからこれ中1の時から使ってるんだけど、ルーズリーフでテスト勉強したやつとかを挟んでるんだけど、最初はね、こんなんしてまとめてたんです。こんなのして、中1の時に最初はこんなのを書いてまとめてたんですよ、毎日学校から帰ってきて。でも、まあ、今はそんなことできないじゃないですか。今はそんなのできないから、こんな感じでテスト前にバーって漢字覚えて、ルーズリーフで、そういうのをこれに挟むようにしてる。すごいね、こんなのを毎日書いてたの。社会をワークのやつをバーって書いてで、間違ってるこの赤文字が出たらもう一回やるの、同じところを懐かしい内容で、おもろい。めっちゃ字が汚くなるの見て、こんな字になって、こんな感じでめっちゃワークをねやり直してる。このコンデエンネ資材法っていうのがあるんだけど、このコンが書けなくてめっちゃ練習してる これは理科、これは英語の単語を覚えてる。って感じで、すごいよね。
皆さんこれはゲットしてくれましたか？パンフレット。これの面白いよ。面白いよね。めっちゃ読んでる。可愛いと思うじゃん。なんかこの間ね、友達とそういう話になって、なんかこれ前も話したよね、なんか好きな女優さんとかがあんま分かんないんだよ。何この音楽。なんか外で音楽流れてるんだけど。タイプの顔、どんな顔なんだろうな。私のタイプの顔は、でも結構これ真面目に言うと、めっちゃ日和さんみたいな顔がめっちゃ大好き。日和さんを最初に、なんか日和さんがと金沢さんと、そうが最初オーディションに来たんだけど、オーディションがあったんだけど、その時に日和さん最初に見て、めっちゃ可愛いって思って、でそっから、まあ、同じ舞台でいるようになって、もう日和さんの顔がマジで大好きです。ドタイプ可愛くない？めっちゃ可愛い。近くで見てもめっちゃ可愛いんですよ。毎回泣く、すごいよね。あの稽古の頃から泣いてて、そんなに涙出る。舞台は家族見に来たの、見に来ました、初日。本当に可愛いんですよね、顔が大好き。
演技難しそうね。どうしたら涙出るんだろうね。私は1ミリも。でも舞台中に結構目が、あの照明で目がめっちゃ乾いて涙出るのはあった。あ、そろそろじゃあ読もうかな。じゃあランキング読みます13位ヒデさんありがとうございます。12位ウッチーさんありがとうございます。11位ルイボスティーさんありがとうございます。チームハマロさんありがとうございます。9位タロン魚さんありがとうございます。8位カトッペくんありがとうございます。7位シージャンペさんありがとうございます。6位ノリッペさんありがとうございます。5位クロさんありがとうございます。4位ジージリモンさんありがとうございます。3位マイノくんありがとうございます。2位ムジャイジュニアさんありがとうございます。1位ヘタッピさんでした。ありがとうございました。それでは今日も一日頑張りましょう。バイバーイ。ありがとうございました。